トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。1月6日水曜日の朝です。今日の空模様です。東の空から南の方へカメラを回しています。今日も雲の多い朝になっています。 昨日の天気予報は朝から晴れということだったんですけども、天気予報外れですね。がっかりです。急車内の気温は3.4度。暖かい朝なんですけども、曇っていて、北東の風が2、3メートル吹いていますので、少し寒さを感じます。鳩さん、おはようございます。おはようございます。今日の棚の上の位置はいませんね。 吹い棚に書いてからハットが止まらなくなったみたいですね。今日の糞の状態です。入り口の手前から奥の方へカメラを動かしています。今日は国士ウム投与3日間が終わった朝の糞の状態です。うん、糞の状態どうかなと思ってたんですけども、まあいつもと変わらず普通ですね。ハットの社外を返しました。今日は曇っていて外が暗いので。 ハトが出ていかないので旧車の中でハトを追い出しをしてました追い出しをし終わって外に来ましたら結構遠いところ小金井公園の上あたりですねを飛んでました飛びっぷりはなかなかいいですねそんなに高くは上がってないんですけども勢いのある飛び方を見せてます 7時25分を過ぎました鳩は旧車の周りを飛び回ってますそれも勢いのある飛び方で、えー、今車外を開始してから15分経過してるんですけども、うん、まあまあいい感じで飛んでますこれ滑空になってますね喋、えー、りと鳩の飛び方は一致しませんけども またスピード上がってきましたこれ高く上がらないのは風が北東の風2メーターか3メーターぐらい吹いてますのでその風の影響もあるんじゃないかなと思ってます天気もね曇ってますからどんどん高く登って飛び回るという雰囲気ではないですね低い位置をこうぐる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 こう飛んでるんですけども時々遠くの方へ行ったりして いい感じの飛びっぷりです昨日の鷹の鞭それとコクシジウム投与3日目それの効果っていうかなそれはあるみたいですねえキレが良くなりましたただいま8時になりましたハットが降りそうな雰囲気になってきましたので撮影を開始しています 今日の鳩の飛びっぷりまだ降りてきてはいないんですけども今日の車外開始が7時10分今8時ですから今日の飛翔時間は50分です。でこの50分間他級車の鳥とも合流しませんし遠征もしませんでした。球の周りり少し遠いいところを飛んでた 付近をぐるぐる飛んでいたりということの飛翔です飛翔内容としては今日はキれのいい飛び方をしてくれました見ていてだらだらじゃないんでとても気持ちのいい飛翔風景でした北風があったりして、まあ、鳩は低空でね飛んでる そういうことも影響しているのかもしれないんですけども鳥はちょっと興奮してるなっていう感じの飛び方をしてくれてますこれはコクシジウム効果ですかねそれとも昨日の毛巾の影響があるのか多分コクシジウムじゃないかななんて思ってますけどもやはりこのコクシジウムは魔法の薬とか怖い薬ですよね 若畑の時にこれを投与すると若畑が本当に失走につながりますもうこれはコクシジウムの薬だけは投与は本当に注意した方がいいですねあとはまだ降りてこないですねもう降りてきてもいいと思うんですけども電線止まる鳥がいたりしてなんかいまいち一色を揃ってないですねああやっと降り できましたまあしばらくこうやってまた遊ばせて15分ぐらいしましたら呼び込んで今日の社外は終了したいと思いますただいまの時間は8時20分になりましたあと呼び込もうと思ってたらば飛び上がってしまいました 今降りてきましたねこれで今日の社外は終了として呼び込みたいと思います今日のハトの飛翔は満足できる内容でしたやはりこうキレのある飛び方をしてくれると嬉しいですねまあ、飛翔時間はね50分プラスアルファなんですけどもまあ、時間的にもこのくらい飛んでくれればいいかなと思ってます これ国士チームの投終わったんでこれからはもう何もせずにえじっとレースを待ちたいんですけども東京地方とか首都圏は緊急事態宣言が明日出るとか出ないとか言ってますんでうーんこれからえ持ち寄り含めてどういう形になるのか よく分かりません。まあ、自分のできる範疇で、えー、準備だけはしておきたいなと思います。今日はこの辺でこのブログを終わりたいと思います。本日もこのブログにお越しいただきありがとうございました。またお越しいただきたくよろしくお願いします。失礼します。